って本当に筋肉とかめちゃくちゃこう複雑なんですよ。だからむやみやたらにやっちゃうと結構効果が出にくい、一番難しい部分なんですね。目の前すっきりしたいからって目の前とかで結構刺激与えちゃうと皮膚がめちゃくちゃ薄いから、それでシミとかくすみの原因になっちゃったりとかするから、むやみやたらにはやんない方がいいんですけども、ネイリストってずっと下向くじゃないですか。下向いて手術をするっていうことは深呼吸ができないんで、下向いて思い切り深呼吸してみてほしいんですけど、苦しくないですか？そう、深呼吸ってまっすぐだからできることで、深呼吸ってすごく大事で、酸素と熱が結びつくから血流に乗って温かさを届けることができるんですね。そう、なので深呼吸はしてあげたいんですけども、ずっとネイリストってマスクの下とかでずっと歯を食いしばってしまったりとか、で集中しすぎて息止めちゃったりとかして、そうなのでどうしてもこう丸顔とかになりやすい。私たち人間って肺呼吸をしなくちゃいけないんですけど、ここら辺だけで浅い呼吸をしているとエラが発達していくんです。ここで呼吸してるだけみたいな感じになって、エラが張りやすかったりもする。でそれが丸顔の原因にもなったりするってところで、やるといいことを紹介したいんですけど、まあ、いろんな方法が顔めちゃくちゃあるんですけど、その中の一つとして食いしばりが多い方とか息止めちゃうって方が、なんかこう緩めてあげる方法として口筋っていうのがあるんですけど、口筋っていうのはもうみんな口開け閉めしてる時に一番使う、ここに縦に通っている太い筋肉なんですけど、横向くと一番わかりやすいと思います。で指のところでもお話ししたんですけど、方向って必ずあるんですね、むくみやすい方向とスッキリする方向っていうのがあって、この口筋に関しては縦方向なんです、横にやると余計むくみやすくなる。だから縦にこう指を入れてあげて、こう揺さぶってあげるというか、指の位置とか変えてあげながら揺さぶってあげるのも一つだし、あとはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、机に指ついて、ちょっと爪長い人はこの親指のこことか使ってほしいんですけど、グッと入り込むところがパーってあげた時にめっちゃ痛いと思う。多分ね、親指のここやった方がめっちゃ痛いと思うんですけどこれやった方が本当はめっちゃスッキリします。で、ここ口筋の前のところに指入れようと思ったら口開けないと入らないんですよ。これがどこかわからない方はもう本当に口筋を縦に揺さぶるだけでもだいぶスッキリしていきます。これ気持ちいいですね。そう、気持ちいい。そう、丸顔とかでエラが張って気になってる方とかも、エラって実はエラじゃない方が結構多いんですよ、ほとんどがもう発達しちゃってるっていうところがあって、なので、まあ、緩めてあげて、もうここまでだけでも筋肉を4つ入り組んでるんですね、だからむやみやたらにいろいろやるっていうよりかは、もう口筋を縦方向に緩めてあげるっていうのが一番スッキリしやすい。伝えきれないぐらいめっちゃあるんですけど、やるといいこと、まあ、その中の一つっていう感じですね。はい、以上になります。